はい、あの市役所の前で僕は川村市長って怒鳴るんで。全国比例代表往復ぐらいやんないといけない。恵彦とともに車で遊説を行っております。このまま行っちゃって。三省堂の武田市役所の前。武田邦彦で向こう行って U ターンして帰ってもう一回やる。記者としての質問をしていただきましょう。三省堂の武田邦彦をぜひ国会にお送りください。三省堂、こちらは三省堂です。ただいま名古屋市役所に向かってます。三省堂の武田邦彦です。参政党の武田邦彦です。愛知県庁の皆様、名古屋市長の皆様、どうぞよろしくお願いします。河村市長さん、河村隆さん、市長さん、武田邦彦です。武田邦彦です。市長さん、あのこのマイクが聞こえますでしょうか。参政党の武田邦彦、参政党の武田邦彦は今名古屋市庁舎の前でマイクでお願いをしております。河村市長、河村武市長、どうぞ参政党よろしくお願いいたします。武田邦彦、武田邦彦です。あーどこだわありがとうございます、ありがとうございます。参政党の武田邦彦です。今車の中から手を振って応援していただきましたが、あの市長室からもなんか手が出てませんね、出てませんが河村市長、どうぞよろしくお願いいたします。参政党の武田邦彦です。参政党の武田邦彦です。名古屋市長の皆様、参政党の武田邦彦です。名古屋市市長の河村市長さん、河村隆市長さん、武田邦彦です。武田邦彦が今通過しております。河村市長よろしくお願いします。武田邦彦です。河村隆市長、武田邦彦です。よろしくお願いします。これでミッション達成ですね。達成ですね。ちゃんと撮りましたか。今撮ってます。あ、撮りなんか上手ですか。いつもね、河村さんの市長選の時はね、僕の家の前通ってね、武田邦彦先生ってやるんだからさ、だから大丈夫だと思う。やれました。これでお返しができました。お返しができました。